四季島町は、かつて、山梨県中駒郡にあった町である。町名は、合併時の公募による。平成の大合併以前の山梨県における町の中で中道町、串形町、厚生町、上野原町、白州町、川口小町とともに数少なく、町と読む自治体であった。下記歴史も参照。県中央北部。 群北東部に位置する。東西 4km、南北 15km の南北に長い帯状の、長域で、中央部を亀沢側が南流し、中部の亀沢地区で東側を流れる荒川と合流する。北部は、山岳地帯で、茅ヶ岳や金ヶ岳のほか、極岳や黒富士、立ち、岡山などの山々が連なる。また、 荒川上流の河口岩の侵食により形成された継承地として知られるお竹商船橋の西側に属する。中南部は荒川扇状地の平坦地で、島三条地域は古くから水田農耕が行われている。天狗沢が弱と町域には旧石器時代の遺跡は見られないものの、縄文時代からの高校遺跡が分布している。縄文遺跡は 亀沢川流域に多く分布しており、北部山間部より南部平坦地に集中する。大志城の金の遺跡は、弥生時代の集落遺跡を主体としているが、縄文前期から中期の住居跡や縄文土器などの遺物が出土している。また、滝下の金の宮遺跡は、縄文中期の大規模集落として知られる。金の遺跡は、県内で、 少ない弥生時代の集落遺跡で、弥生後期を中心に、水田以降は見られないが、中居跡や土庫内の壺間を伴う、方形集合墓が検出され、弥生時などの遺物も出土している。古墳時代の遺跡には、大志城の御武大遺跡が、古墳前期の集落遺跡で、甲府盆地南部の曽根丘陵地域に、大和王権の影響を受けた大型古墳が、 築造されていた時期にあたる。六世紀には、中道勢力が衰退し、盆地各地へ、古墳築造が拡散し、隣接する甲府市千塚、湯村では、下、棒夏花古墳や万寿森古墳など、横穴式石室を伴う、盆地北西部勢力の大型古墳が出現する。長域でも境の大塚古墳や、島、上条の大場古墳など、 横穴式石室を持つ古墳4基が現存している。また、金のお遺跡や大志城の松のお遺跡は、同時代の集落遺跡がある。古代の立領寺下では、駒群に属する。貝の国は、早くから、仏教文化を受容し、盆地北縁部では、笛吹市春日井町寺本に、寺本廃寺があり、甲府市川田町には、 寺本廃寺へ瓦を供給した川田が用跡があるが、町域では、天狗沢に七世紀中頃の天狗沢が用跡があり、供給先は不明であるが瓦を供給していたと考えられており、平安物も出土している。また、中島城、上下城の松の大遺跡は、奈良、平安時代の集落遺跡として知られ、近辺は、駒郡家が所在した可能性も考えられている。 上城石平安時代後期には、甲府盆地各地で荘園が成立するが、町域南部は荒川沿いの島荘域に含まれる。島荘は、鎌倉時代初期に、山城国の松尾神社領で、昭和6年以降には九条家領となる。中下城はその中核地域であったと考えられている。鎌倉時代の痕跡としては、牛久の四季島総合公園に保存されている。 鎌倉時代造流の鳥居がある。これは、甲府市お竹町の金桜神社の一の鳥居で、元は、牛久に存在した。また、吉沢の常設寺に伝来する白虫は、鎌倉時代のもので、純徳天皇の使者が乗ったものであると伝わっている。戦国時代に会話主語、武田氏と有力国衆、他国勢力との乱国時代を経て、武田氏による統一が進む。 英章18元年2月27日には、駿河国の今川支配下の福島正重を主体とする今川勢が藤川沿いに進行し、9月16日には南アルプス首都田の富田城を陥落させる。福島勢はさらに甲府へ迫り、荒川を挟んで武田信虎と対峙すると、10月16日には、 甲府市飯田町付近において飯田瓦の戦いが起こり、福島勢は敗退し、甲府市場、曽根町の勝山城へ退去する。さらに信虎は11月23日には島、上城の上条瓦の戦いで、福島勢を撃退し、翌年には、海から退去させている。島上城に鎮座する八幡田神社は、武田氏の損水を受け、 室町時代の火影3年には、海守後、武田信繁がワニ口を奉納している。八幡神社には、飯田河原、上条河原合戦の供養石碑も存在している。また、海の国史によれば、島上条麻村続くには、武田家臣土屋氏の館が存在していたという。大志城の臨在宗明神樹派人、宝主寺は、武田信門の子である。 大流寺林学が解散であるという。中世には荒川支流亀沢川より取水し、荒川岸地域を考えする上城石関が、洋水石として開作され、地域社会により管理、維持されている。漆戸は中世に漆の産地として知られたほか、長域北部の山岳地帯は、戦国時代に、そまとして使えていた。戦国時代には、 留地宿から甲府へ向かう穂坂寺と北の金桜神社へ向かう山道の交差点付近に10日、市場が成立し、町屋の地名が残されている。天正10年6月に、武大領をめぐる天正神語の乱が起こると、会では、相模国の北条宇直と徳川家康が退治し、家康ははじめ甲府市の御事から体寺、一条、信立屋敷、後に、 に崎市の新府城に本人を置いた。対して、北条勢は、現在の北都市一帯の城塞に布陣した。徳川軍の布陣の中では、甲府市御竹町に、御嶽州や下稲州の友久頼氏が配置され、甲府の背後を監視し、同様に、下、足沢のうたやし沢小屋にも、岡部摩擦なきかの御嶽州、相原匠助らが籠城し、同様に、 甲府の背後を監視した。近世には、駒郡北山筋に属し、22河村が成立する。町域は、甲府城背後の山間地域にあたり、甲府城下に溶剤を供給し、城の不振にも携わっている。町域には、林業の専門技術を提供して、特権を得るソマや小賀と呼ばれる村々があり、亀沢川流域に位置する上足沢、下足沢、 上福沢、下、福沢、神戸、安治、高江市、漆戸、上杉口、下杉口、四死平、草方区の十二河村は、地域的な関係が強く北山筋十二河村と、総称され、御用船として、加藤光康、安、野白豊富系大名時代の甲府城建設にも、動員されており、所役免除の特権を得ている。十二河村は、 戦後用の由緒を記した共有文書を保持し、法歴7年の高掛かり三役の新規上納に反対し、連帯して特権維持の素願運動を行った。旧六沢学校山梨県では1903年6月には中央線が開通し、甲府から西へ進んだ路線は、長域の大下城、長塚を通過している。大芝城に隣接する現在の海の支流を、 新町には、同年12月に、龍王駅が開設され、町域からの最寄り駅として機能している。1872年には、六沢村亀沢に、六沢小学校が創立され、1875年には、新校舎が建設される。この新校舎は、山梨県知事、藤村志郎が推進した、義王風建築の建物で、藤村式建築と呼称された。 旧六沢小学校校舎は1966年に甲府市古府中町の武田神社へ移築され、2010年には甲府駅北口広場に再築され、甲府市藤村記念館となっている。明治から昭和初期には荒川沿いに水車による精米業が行われ、甲府市場に出荷していた。戦後には町域南部が甲府市のベッドタウンとなるが、 北部の山岳地帯では過疎化が進行している。上杉口、下杉口にある豪倉は、江戸時代後期の建築で、年貢米や共作時の食料を貯蔵していた土蔵造り、瓦葺吹きの貯蔵庫であり、県指定有形民族文化財に指定されている。また、上杉口の根津の巨樹は、県指定天然記念物。ありがとうございます。